こんにちは、成人指導者の会です。今回は割り箸鉄砲を作りましょう。用意するものとしてはカッターナイフ、それから輪ゴム2種類ですね。それから割り箸の使用済みのものが5本、三角ヤスリ、鉛筆、スケール、ハサミ、それから色を塗るためのカラーマジックという形です。でこれが完成品になります。これは先端の輪ゴムのこの芯のところですね。でこれを輪ゴムが引っかかりやすいように三角ヤスリで溝を作ります。半分にします。そうす、20センチですので10センチ。次に各部品の製作法を説明します。次に作りますのはこの留め金具のところです。これを3分の1にします。 3.3 先端を加工します。分かりやすいように各部品は色分けをしました。3等分したものはこれいらないんでちょっと外します。そしたら今度はこの3本の芯になるところですね。これが少し引っ張りながら巻きつけます。もう一箇所も同じように、それでは次に今度は引き金ですね。引き金をこの
間に挟んで、これも取って、これは調整が効くんで、その時ちょっと調整をすると。一つは、結構結びます。それで適当に位置を調整します。先端の切れ目のところに指で押さえます。それで引っ張りながら、ここに。これですね。それで試験的にこれを。